日本サッカー協会は先ほどハビエル・アギーレ日本代表監督を解任すると発表しました、えー、先ほど午後5時頃です第2国家監督と会長と三好豊法務委員長がサッカー日本代表のアギーレ監督が八王町に関与したとされる問題で緊急の記者会見を開きアギーレ監督の解任を発表しました第二会長は会見で日本代表のハビエル・アギーレ監督との契約を解除すると発表しましたその契約解除の理由として 日本代表への影響とワールドカップ予選へのリスクを避けたいと説明しました先月アジアカップから帰国した第二会長は当時正式な告発上の受理が確認されていないとした上で今のままだと続投させると明言しさらに告発上が受理された場合はその時に説明すると話していました日本サッカー協会は今月12日に理事会を開く予定ですハビエル・アギーレ監督が解任されました